はい、そういうこと、今日は私、今日ねちょっと初の試みでね、はい、ちょっとあの座談会ということで、座談会ね、はい、ここハワイで、ここハワイで、はい、まずあの有明放送局、はい、ね、あの今までちょっとむさ苦しい放送局だったんですけど、ね、あのまあ、今回から、はい、ね、ハワイ生まれのゾアがちょっと入ったアロハー、これからいろいろあの、ね、いわきの方にもいろいろそうだね、いただいて、昨日も良かったよ、中継すごい、そうでしょ、あ、本当ですか、サッカー全く分かんないのに分かった風な感じですよ分かった風ってちょっと分かった、相当詳しい、相当詳しいね、感じで、本当トップ下とかね、トップ下フェイントとかさ、あ、そう、フェイントは分かる、インサイドキックとか、うん、分かってるの知ってる知ってるからそうそうそう、でもね、ま、昨日あのジョアンさんのね、はいはい、多分聞いたことないと思う、姿勢のね、キワが知ってる、知ってます、ハワイのあのアロハスタジアムのとのつながりのすごいすごい話がある、聞いてないでしょ、あれでしょ、お母さんのお腹の中にいたやつでしょ、聞いてるの、あれなんで知ってるの、改めて、いや、あのね、僕もあのジョアンのことを Google で掘り下げまくったの大丈夫それ大丈夫かな、夫でもこれ Google に載ってない情報だなはずなんだけど、そうだよね、でしょ、うん、裏 Google って、裏 Google やっぱ僕あの庶民にはわからないんですけど、僕クラスになるとやっぱりそう裏 Google みたいなのがあるんです、あるんだね、やばい、調べられてるんだ、いっぱい、もう大体わかります、怖い怖いって言われてやっぱ向こうは知ってるわけですよ、こっちは知らないわけでしょ、な、え、何が、初めて会った時の人って大体、ああ人はね、そう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 、だから僕らも、まあ、大倉は、ね、今日は今ちょっと、ジョアンが来た瞬間、こんなニコニコしてますけど、さっきなんか、やたらなんか怒っちゃって、ちょっとまあ、これはね、まあ、いろいろ問題があるんで、まあね、あるので、ちょっといろいろ怒っちゃってるんですけど、まあ、本当に怒ってるのか、この顔見ると、なんか、やっぱりまあ、向こうが知ってて、こっち知らないの、ちょっとやっぱり、ちょっと引くじゃないですか。俺でもあんま知らない。だって知らない方が幸せの時もあるよね。なんか違う。あの、The Ugly Truth。じゃあ、乾杯、まずハワイで。ハワイで。僕のマイタイ。私のはブルーハワイ。俺これ何だろう。ピナカラーラ。ピナカラーラ、ね、はい、はい。じゃあ、乾杯。チェース。もうね、大倉が酒大好きなんですよ。え、全部言った？その大倉さんがもう陣痛始まってて。そこまでは全然聞いてない。あ、ほら。そこまで聞いてないけど、それだからなんかそのハワイになんかハワイ出身だって聞いて、ちょっとあ、これ多分俺も有明放送局のもう大倉と健太のあのコンビがもう完全になんか豚骨ラーメン食った後にカツカレー食うみたいな、そう、皆さんそう思ってたじゃん。そうだね、もうそろそろ飽きてきてる、なんかやっぱりそれ俺も感じてる、柑橘系必要でしょ、うん、そうそう、俺も感じてる、まあ、ピーチとかね、なんかそういう、で、それでちょっと、あっと、で、ちょっと、じゃあ、したらね、アロハスタジアムの、あ、ちょっとなんか、どんだけ縁があったかっていうね、ちょっと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 、やさお、やさお、やさしい男でやさお、やさおなんですよ、でね、で92年にね、お腹に、92年にお腹にいたのね、あ、なるほど、で、MC ハマー、MC ハマーよ、はいはいはい、のコンサートがアロハスタジアムで、その日に、そう、7月15日ね、 MC ハマー、ディンディディディ、そうそう、You can't touch this のね、俺ら時代ね、そうそうそう、そうですよ、そうそうそう、92年って我々大学卒業した卒業したそう、で、その時にいて、陣痛が始まってるのにもかかわらず、母はもう私はこの高額なチケット代を払いましたと、はい、60ドルぐらい、なるほど、今考えるとすごい安いですけど、あの時ではちょっと高いですよね、そう、だからもうこれは行かなきゃ、もうお産してる場合じゃないって言って、お母さんはロハスタジアムに行って MC ハマーのコンサートに行って、もうすごい人をかき分けて、 Who's this pregnant lady? みたいな、誰この妊婦の女はってみんなに言われない、あーってもう超目の前に行っても MC ハーマーも触るぐらいの距離に行って、暴れすぎた結果5時間後に私が暴れたの。うまい、うまい、うまい、ポキ、え、こっち、やだ、やだ、うまい、え、なんだっけ話、もうひどいな、いや、だからあのスタジアム行った時に思ったわけでしょ、そう、だからそう感じたわけでしょ、ここが私が、ここは自分の原点だと、そうそう、だって私が生まれる前にいた場所、最後にいた場所はそこよ、
そこに25年後に戻ってくれ来れる奇跡ってこれ運命ですね。これ運命なんだよ。ディケイド。え？ディケイド。ディケイド。ディケイド。うん、そうそうそう。運命。運命だよ。25ですよ。ディケイドですよ。5かける。ディケイド。5の事情ですよ。ちょっと理解できない。クの時間で5の 5? そういうこと、ね、うん、5かける。これ多分ね、すごいね、これ多分すぐ1時間経っちゃうんですよ。経っちゃう。経っちゃう。これでもすごいよね。出ますよね。すごいと思うよ。そもそもでもアンダーマーで安田社長と出会ったのは何だろう。出会ってない。出会ってない。モデルさん、もともとやってもらってる。あ、モデルをね。もともとうちのモデルさんやってもらってた。そうやってて、あ、そっかそっか。アンダーマーをね、やってたら、有明も来てるわけでしょ、もちろん。あ、そう、もちろんもちろん、はい。あの、バットマンケーブね、あの、ブルース・ウェインの家って私は呼んでるんだけど、わ、ね、かります。これもね、だからこれがまず、そのうちのオフィスのコンセプトが全部あれだから、ブルース・ウェイン・サウスだから。それ何してたの？だって知らなかったの。ちゃんと、ちゃんとそれは、そう、これは本当に初めて、そのアンダーマンのモデルのオーディションに行った時に本当に思ったの。え、What？そう、もうちょんと蹴ったらパーンって感じですよ。あ、そう、うん、ちょんと蹴ったらパーンって感じですよ。ヘディング、はい、うん、すごいユロスはね、もう本当じゃあいつか出会うという、もういつか出会う、もう運命だったかもね。でしかも有明放送局はね、もう豚骨ラーメンの活動のせみたいなのから、そう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 、ね、でちょっと、ね、キャストもね、ちょっと若いイケメンもね、ちょっとね、そうだよね、育ててて、キャラ育ててて、うん、ね、美味しいよね、うん、マグロが美味しくて。でもあれじゃあさ、昨日ね、何人見てたか知ってる？あのね、あれ何人？え、知らない。30人ぐらい、5000人ぐらい見せた。5500人ぐらい。長くないね。で、あのさっきのさ、うちのスポンサーロイが言ってたんだけど、スコットランドの方のユガキフシすげえなと思って、うん、スコットランドの方のスカウトとかもみんなライブで見てて、ちょっと知り合いのロイのところに、これヤバいじゃんお前らみたいな、何なんだ、 J リーグじゃないのに何なんだお前らっていう、だから全世界の人が、だってバンクーバーのツイッター32万人いるんだよね。やばいよこれ、無限の波紋どころじゃなくなっちゃったよ。どうする？うまい。もう波紋の広げようがなくなっちゃうよ、全世界で。うまい。うまい。うまいでしょうね。すごい。やばいやそれ。5500人。日本じゃないから。うまいよ。まあ最高でも3000人とか4000ぐらい。うん。ジョアン効果じゃないかな。ジョアン効果。そうかな。いや、そんなことないと。うん、食べちゃおうかな。でも再生とか、ちょっと、全員でダメだ、ダメだから。あ、ダメなの。テレビ慣れしてないね。あ、ごめん。大丈夫です。食べなければよかった。